アサシオアサシオは、大日本帝国海軍に所属した、アサシオ型駆逐艦の一番艦。1937年8月に巡航した。日本海軍の艦船名としては、白雲型駆逐艦アサシオに続き2隻目。太平洋戦争で、南方作戦やバリ島を沖海戦に参加。1942年6月のミッドウェイ作戦で、最上型重巡洋艦4隻を援護した。 ガダルカナル島攻防船に投入され、駆逐艦輸送や第三次ソロモン海戦に参加した。1943年3月3日、ビスマルク海海戦で撃沈された。艦名は海上自衛隊の潜水艦に継承された。仮称第75号駆逐艦として建造計画が始まった。1935年9月6日、佐世保海軍交渉で 建造予定の駆逐艦に、浅潮の艦名が与えられた。同日付で、艦艇類別等級表に、浅潮型駆逐艦を新設。9月7日に寄港。1936年12月16日に、浸水した。12月28日、佐世保海軍交渉に浅潮偽装員事務所を設置。1937年8月31日に、竣工した。 第二次軍備補充計画では海風型駆逐艦を14隻建造の予定であったが、ロンドン海軍軍縮条約だったもあり4隻で建造を打ち切り、残りの10隻は設計を改め浅潮型として建造した。春行と同日府で佐世保鎮ュ府警備船隊に編入。10月31日、浅潮型3隻で第25駆逐隊が編成された。 1937年11月から12月にかけて中止方面で活動した。日本に帰島後の12月29日、佐世保海軍交渉での検査でタービン翼の破損が発見され、同系艦3隻と共に改造工事を実施した。1938年1月13日、荒潮が第25駆逐隊に編入された。 1939年11月1日、横須賀鎮守府へ転籍。同日府で、第25駆逐隊は、第8駆逐隊となった。同時に、第2艦隊、第2水雷戦隊に編入され、以後中国方面で活動した。太平洋戦争直前の1941年7月30日から8月14日まで、第2水雷戦隊機関となった。9月1日、 安倍敏夫大佐が第8駆逐隊司令に任命された。太平洋戦争開戦時、第8駆逐隊は、第3戦隊、第2小隊、第4戦隊、第4駆逐隊、第6駆逐隊、第1小隊とともに南方部隊の本隊に所属した。開戦とともに第8駆逐隊は、マレー第1次上陸作戦、リンガエン湾上陸作戦を支援。 1942年1月より、アンボン、マカッサル攻略作戦に従事する。2月中旬、第8駆逐隊は、第1根拠地隊の指揮下で、バリ島攻略作戦に参加した。2月19日から20日、第8駆逐隊、第1小隊は、アブダ艦隊の軽巡洋艦3隻、駆逐艦7隻と交戦、駆逐艦、ピートハイを撃沈し、ラ乱軽巡、トロンプと、 米駆逐艦スチュワートに損傷を与えた。しかし、海戦終盤になって戦場に到着した第8駆逐隊第2小隊は、アブダ艦隊の反撃を受け、満潮が大破した。第1根拠地帯に護衛されて退避中、空襲により、大止も損傷した。後日、山本56連合艦隊司令長官は、バリ島沖海戦における第8駆逐隊の活躍に感情を与えた。 大潮、満潮は、マカスサルで、応急修理に入った。アサシオと、アラシオは、続いて、ジャワ島攻略作戦に参加した。3月14日、第8駆逐隊司令は、小川むしろ機中佐に交代した。翌日、3隻は内地に向け執行する。19日、駆逐艦黒潮が合流。アサシオと、アラシオは2隻と分離し、パラオで補給することになった。24日、 横須賀到着。内地帰島後、3月25日から4月15日まで横須賀で修理を行った。修理中の4月10日、第8駆逐隊は、第2艦隊、第4水雷戦隊、第10駆逐隊、第7駆逐隊、第4駆逐隊、空母、超大鳥と横須賀を出撃したが、米空母は撤退しており、戦闘はなかった。この出撃で、 アラシオは一番手法の防水帯が故障し、アサシオは悪天候で負傷者を出し速力を出せなくなった。5月15日、大潮、満潮が第8駆逐隊から外れた。5月20日、ミッドウェイ攻略作戦の攻略部隊支援隊が最上型重巡洋艦4隻の第7戦隊と第8駆逐隊で編成された。攻略部隊支援隊は5月28日入国。 グアム島を出撃した。6月5日、支援隊は、ミッドウェイ島砲撃を命じられ、アサシオとアラシオは、第7戦隊の高速航行に付随できず脱落その作戦行動中に、ミクマ、斎場の衝突事故が起きた。ミクマ、斎場と合流したアサシオとアラシオは、6月6日から6月7日にかけて、米軍ミッドウェイ基地航空隊と、 米軍機動部隊艦載機の攻撃を受ける。6月7日の空襲によりミクマは沈没、最上も大破した。8るは損傷を受けつつ、ミクマ生存者を救助。朝潮は資金弾で重油タンクに損傷を受け、燃料不足に悩むことになった。朝潮は残存三石の中で損傷が少なかったため、ミクマの沈没現場を救助作業に当たった捜索させた。だが、 重油や浮遊物を発見したのみであった。八掛けルは引き続き最上を護衛して戦場から離脱。6月8日午前中に攻略部隊と合流した。山本56連合艦隊司令長官は、最上と第八駆逐隊に対する燃料補給及びトラック白地への飛隊を加齢。同日、第七戦隊、第八駆逐隊、第十八駆逐隊は、攻略部隊から、 分離、トラック白地に向かった。6月14日、熊野、鈴谷、西条、浅潮、荒潮、第18駆逐隊、白ぬ日、影朗、霞、荒れ、輸送船日 A 丸は、トラック白地に到着。西条、浅潮、荒潮は、工作艦赤市の支援で、応急修理した。6月29日、浅潮は、トラック白地を出発。7月上旬、 サイパンの水上規模艦の塗料が佐世保に戻ることになり、朝潮は同艦を護衛して、日本本土へ向かった。日本本土に帰島した朝潮と荒潮は、佐世保海軍交渉で修理に従事する。7月14日、朝潮と荒潮は、特別駅無駆逐艦となった。朝潮は7月25日、修理完成。7月27日、横須賀に向けて、クレを出発。 移動後、横須賀陳府長官平田小中将の視察を受けた。8月1日、朝潮、荒潮は警備駆逐艦となる。荒潮の修理が長期に及んだため、朝潮は横須賀を拠点に各艦等と戦団護衛任務や紹介任務に従事した。8月18日、駆逐艦2隻は横須賀からトラック白地へ向かう練習巡洋艦カトりと特設潜水母艦。 平安丸を途中まで護衛した。8月29日、横須賀を出発し、ヤルート艦渉に進出。9月14日に横須賀へ戻った。9月22日、駆逐艦2隻は、沖輸送のため再起進出を加齢される。第二戦団森田を編成。9月27日の出撃後、途中で朝蘭に護衛を引き継ぎ、本艦は横須賀に戻った。 1942年10月20日、第8駆区隊に満潮が復帰した。第8駆区隊は第8艦隊に編入された。10月22日、第8駆区隊は横須賀を出発。10月30日にラバウルへ到着。11月1日からガダルカナル島輸送作戦に従事する。11月1日、増援部隊は、 第一攻撃隊を率いて1日23時に、ショートランド白地を出撃した。構造演隊及びオッツ造演隊も第一攻撃隊と前後して、ショートランド白地を出撃した。構造演部隊の揚陸は、ガトー揚陸地点の強風波浪により一部、失敗したが、オッツ造演部隊の輸送は成功した。11月4日、構造演隊は4日23時30分に、 ショートランド白地を出撃。オツゾ造園隊は5日午前0時に同白地を出撃した。5日深夜各隊はガトウ揚陸に成功し、2隻が米潜水艦に雷撃されるも損害はなかった。7日ガトウ輸送はオツゾ造園隊によって実施された。7日23時にショートランド白地を出撃、輸送作戦は成功した。11月12日以降、 ガダルカナル島のヘンダーソン飛行場基地に対する砲撃と日本軍輸送船団をめぐり、日米双方は主力艦隊を投入して大規模海戦に発展していった。12日第一次夜戦で帝国海軍は3隻を喪失、飛行場砲撃も中止された。11月13日未明、アメリカ軍大型機の空襲により出撃準備中の満潮が大破。 このため主体所属の朝潮が飛行場砲撃時に支援隊を護衛することになった。同日午前3時マイナス4時30分、外南洋部隊主体と外南洋部隊支援隊はショートランド白地を出撃する。同日23時30分より鈴谷、マヤはヘンダーソン飛行場砲撃を観光するが、飛行場の作戦能力に影響はなかった。 この後、ガトー海域を離脱して、ニュージョージア諸島南方を航行中の、外南洋部隊は、空母エンタープライズ艦載機とヘンダーソン基地から、飛来した急降下爆撃機、SBD ドーントレス及び雷撃機、t b f アベンジャーの攻撃を受ける。キヌガサが沈没し、アサシオは損傷した軽巡位鈴を護衛して帰島した。11月17日朝、アサシオ以下、 外内洋部隊主力艦艇は、ラバウルに到着、パプアニューギニアのブナに上陸した連合軍に対処することになった。駆逐艦3隻と、広島型水雷艇2隻による陸兵500名のバサブアイ輸送作戦は、揚陸中に B-17 の空襲を受けて、本艦以下3隻が損傷。海風は航行不能となった。航風は短艦で退避。 朝潮は海風を栄光して21日ラバウルへ戻った。ラバウルに停泊中だった駆逐艦2隻も救援のため出撃している。12月1日午前0時、第8駆逐隊司令指揮下の駆逐艦4隻は、船輸送のためラバウルを出撃する。アメリカ軍大型爆撃機の必要な空襲に悩まされた上に揚陸地点で大発動艇部隊との連絡がつかず、 二日未明に一部物件を揚陸したに、とどまった。アサシオは B-17 と交戦して撃墜された、遊軍航空機搭乗員1名をそれぞれ救助した。12月8日、早朝、風雲、遊具も、浅オ・イソ磯波、デンは、船輸送を実施するためラバウルを出撃するが、8時15分、飛来した B-24 を、 三方機と誤認した朝潮は空襲を受け完備に資金団となり2番、3番砲塔損傷、中破した。天竜が救援に向かう中、外南洋部隊のカレーに従い輸送駆逐隊は反転した。木と磯波も資金団で勝破した。王宮修理後の12月17日、陸兵輸送のため、朝潮と餅月はラバウルを出撃して、カビエンへ移動。 18日にカビエン出撃、19日にダンピール海峡ニューギニア側の本半島フィンシュハーフェンへ陸兵約250名を揚陸した。木と空襲を受けたモ月は死傷者40数名を出した。12月20日、カビエンに開港。朝潮は従順2隻より燃料補給を受けた。21日、朝潮はカビエンを出発、ラバウルへ向かった。 12月22日、外南洋部隊は朝潮にショートランド白地への移動を、カレー。同地に取り残されていた満潮をトラック白地までの栄光、駆逐艦甘切りに護衛を命じた。12月29日、大潮が第8駆逐隊に復帰、最前線に進出した。1943年1月7日、駆逐艦六隻、鈴屋、戦艦道の区、空母随格は、 トラック白地を出発、内地へ向かった。12日、3隻は横須賀に帰島する。2月7日、駆逐艦3隻は空母、沖高を護衛して横須賀を出港。2月12日、4隻はトラック到着。2月15日、駆逐隊司令に佐藤康草大佐が就任した。2月20日、大塩が米潜水艦アルバコアの来撃で大破。 2月21日に沈没した。22日夜、朝潮と、浦波はマダンに、陸軍航空基地員250名を擁陸した。3月1日、第8駆逐隊は、第3水雷戦隊に編入した。大輸送作戦に参加し、駆逐艦8隻で輸送船8隻を護衛することになった。戦団は2月28日夜半に、ラバウルを出発したが、 3月2日の空襲で、朝日森丸が沈没、特務艦の島が損傷した。さらに3月3日075例以降、ニューギニア島、本半島クレチン岬南東で、米豪軍機の空襲を受け、白雪、時津風、荒潮が、戦闘開始直後に被弾した。霊式艦上戦闘機約40機が、上空直営を行っていたが、爆撃機を護衛する。 米戦闘機約50との空戦に巻き込まれた上に、他方向から襲来する連合軍大型爆撃機に対処できなかった。健在の艦古石は生存午前9時以降に、ものの救助を開始するが、1035の敵機24発進という報告により、木村司令官は救助作業中止とロング、島北方海面への飛退、集結を命じた。第8区畜隊司令。 佐藤野草大佐は、が、野島艦長、との約束あり野島救援のご否退すと、木村司令官に懇願し、浅潮短艦で、特務艦の島と荒潮の救援に向かった。浅潮は、荒潮の負傷者と陸兵を収容。続いて炎上する野島より生存者を救助し、ラバウルへ被退しようと試みたが、1315に2回に、渡る敵機の攻撃を受け、ダンピア海峡で撃沈された。 この戦闘で佐藤司令も戦死し、野島の松本亀太郎艦長は生還した。この戦闘で救助者も含め299名が戦死。2300から4日戦にかけて3隻と増援の駆逐艦発行きが沈没海域に戻り、生存者を救助してラバウルへ戻った。この戦闘後、嵐夫と時津風も沈没した。4月1日。 帝国駆逐艦席から除籍された。成田萌一中佐、1936年12月16日から1937年8月1日。成田萌一中佐、1937年8月1日から1937年12月1日。脇田木一郎少佐、中佐、1937年12月1日から1938年12月15日。 横井みのる少佐、1938年12月15日から1939年5月20日、日だ健次郎ろ少佐、1939年5月20日から1939年10月15日、横井みのる少佐、中佐、1939年10月15日から1940年10月15日、藤田大佐無少佐、中佐、 1940年10月15日から1941年9月10日、吉井五郎少佐、中佐、1941年9月10日から1943年4月1日、ありがとうございます。